はい、どうも神仏応援団流です。今日はですね、鹿児島県にあります鹿児島神宮の稲荷社について、お話ししたいと思います。ハレルヤ。はい、ということで今日はですね、鹿児島神宮のお稲荷さんについてお話ししたいと思うんですけども、まずですね、その鹿児島神宮さん自体がですね、結構境内が広いんですよ。で、このお稲荷さんですね、お稲荷さんは結構ですね、拝殿の後ろの方、山の方にちょっと登っていかないと、行けないんですね。で、結構歩きます。はい、行ったんですけども、私個人的にはですね、この鹿児島神宮の本殿よりもこの稲荷さんですね、ところのエネルギーがものすごくですね、いいなというふうに感じまして、でちょっとですね、動画も撮ってきましたので、皆さんにシェアしたいと思います。で、また見ていただけるとですね、実際のやっぱりその大きさの感覚っていうのが動画で映るとどうしてもちっちゃく見えちゃうんですよ。なんですが、実際もっと大きいというような感覚で見ていただけるといいかなと思います。まずはですね、動画をどうぞ。はい、ただいま、九州鹿児島県の鹿児島神宮に来ております。拝殿から、奥のですね、稲荷神社、に来ました。まあまあ距離がありまして、結構登ってきましたね。はい、で、狐さんもいまして、こんにちは。はい、あ、周囲枕すごいですね。思います。はい、それでは、風が吹いてくれました。歓迎です。はい、お参りします。じゃあ、失礼して。しました。これがですね、すごいのが乗ってますね。縦横どうかな、2メーター50センチぐらいずつ、ですね、すごい。はい、そんな感じでした。さらに深井、はい、いかがだったでしょうか。お稲荷さんの横にもですね、またお稲荷さんが祀られているんですね。なかなか、いい雰囲気だったんじゃないかなというふうに思います。いわゆるですね、パワースポットかなというふうに感じました。はい、もちろんですね、その拝殿とか本殿とかですね、その辺もですね、素晴らしいんですけども、僕個人的にはですね、この自然の一部分をですね、祀ったような場所がものすごく、エネルギーがいいなというふうに感じることが多くてですね、あなたも、例えばですね、有名な神社さんに参拝に行ったとかですね、場合もですね、周りに、自然豊かなところがないか、自然の中にある、お社、何か祀られている存在はいないかというところですね、目を向けてですね、行けばきっとですね、素晴らしい、いわゆるあなたが気持ちよく感じるですね、いいな、ここ空気がいいな、エネルギーがいいなというような感じる場所をですね、見つけることができると思うんですよね。なので、こんなような感じでですね、基本的には人がたくさん行くような場所よりも、人があんまり行かないような場所の方がエネルギーがいい状態にあることの方が、圧倒的に多いと、私は、いろんな場所もあって感じるんですね。なので、あなた自身がですね、ここいいなという感じる場所ですね、これを参考に、見つけていただけると幸いです。はい、ということで神仏応援団流でした。今 LINE で友達登録キャンペーンをやっております。あなたの友達登録お待ちしてます。